コルテン、ブラッドリー・ブルワーは、アメリカ合衆国テキサス州ガラス出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のボストンレトソックス参加所属。2011年の MLB ドラフト4巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。2012年、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグパイレーツで、プロデビュー。8試合に登板して1勝3敗。 防御率3.24、18奪三振を記録した。2013年は A-9、ジェームズタウンジャマーズでプレーし、3試合に先発登板して2勝0敗、防御率3.29、6奪三振を記録した。2014年は故障のため、全球した。2015年は A 級、ウェストバージニアパワーでプレーし、22試合に先発登板して5勝9敗。 防御率4.90、99奪三振を記録した。2016年は A 級ブレーデントンマローダーズでプレイし、18試合に登板して3勝7敗にセーブ、防御率4.09、66奪三振を記録した。2016年12月8日にルール5ドラフトでニューヨークヤンキースから指名され、移籍した。2017年は、 参加の A 級タンパイアンキース、A 級トレントンサンダー、トリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレイし、3球団合計で41試合に登板して3勝1敗14、セーブ、防御率2.82、69奪三振を記録した。オフの11月6日に FA となった。サンディエゴパドレス時代2017年11月22日、 メジャー契約でサンディエゴパドレスへ移籍した。2018年4月12日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは11試合に登板して1勝0敗防御率5.5910奪三振を記録した。2018年11月20日にエステバン・キロストのトレードでボストン・レトソックスへ移籍した。 2019年は58試合に登板して1勝2敗、防御率4.12、52奪三振を記録した。2020年は11試合に登板したが、3敗を喫した。2021年6月3日に DF となり、7日にマイナー契約で参加のトリプル A 級、ウースターレッドソックスへ配属された。ありがとうございます。